連結空間。位相機科学や関連する数学の分野において、連結空間、連結空間、とは、二つ以上の互いに元な空でない、怪部分集合の和集合として表すことのできない、位相空間のことである。空間の連結性は主要内相的性質の一つで、あり、位相空間の区別をつけることに利用できる。より強い意味での連結性として、故障連結という概念があり。 これは、任意の二点が道によって結べることを言う。位相空間の部分集合が連結であるとは、の相対位相によってそれ自身を位相空間と見た、時に連結であることを言う。連結でない空間の例は、平面から直線を取り除いたものがある。非連結空間、すなわち連結でない空間の他の例には、平面からアニュラスを取り除いたものや、二つの交わりを持たない。 平円盤の和集合がある。ただし、これら三つの例はいずれも、二次元いうクリット空間から誘導される相対位相を考えている。位相空間フォーミュラ1が非連結、非連結、あるいは不連結であるとは、二つの交わりを持たない空で、ない回収号の和集合、非交和であることを言う。つまり次が成り立つことである。非連結でないときは連結であるという。 位相空間の部分集合が連結であるとは、相対位相で連結であることを言う。この記事では空集合、位相は一位であるは連結であるが、著者によっては、空集合を連結空間から除外することもある。位相空間に対し、以下の条件は同値である。ただしフォーミュラ3話の平集合計とする。空でない位相空間の方眼による順序によって、 極大な連結部分集合をその空間の連結成分という。紛れの恐れのない時はこれを単に成分とも呼ぶ。明らかなことであるが、ある連結成分が全体に一致するときは連結である。任意の位相空間の連結成分たちはを分割する。すなわち、互いに元で空でなく合併が全空間となる。同じことだが、の点が、 同じ連結成分に属するという関係は、上の同値関係を定めるということもできる。任意の成分は、元の空間の平部分集合である。したがって、成分の個数が有限であれば、各成分は解でもある。しかしながら、その個数が無限であれば、成分が解とは限らない。例えば、有理数全体の集合の連結成分は一点、集合であるが、これは解でない。 フォーミュラ6を、位相空間の点の連結成分とし、フォーミュラ7を含むすべての平勝平集合の、交わりとする、のくわじコンポーネントと呼ばれる。すると、フォーミュラ8であり、統合和がコンパクトハウスドルフあるいは、局所連結であれば成り立つ。位相空間の連結成分が、すべて一点からなる集合であるときは、全不連結、または完全不連結、完全不連結、 トータリーディスコネクティッドであるという。このような位相空間の例として、有理数全体のなす集合に絶対値に関する距離相を入れたものや、耐震数帯あるいはその上の線形代数群などを上げることができる。これに関連して、位相空間に相違なる2点が与えられたとき常に交わりを持たないようにそれぞれの点の解禁棒を選び出して覆うことができるならば、 全分離あるいは完全分離、完全分離、トータリーセッパーアイテッド的であるという。完全分離空間は完全不連結であるが、逆は正しくない。実際、有利数体の二つのコピーを、以外の点で、同じ数は、同じ数同士で貼り合わせて得られる集合フォーミュラ Q。ただし関係は、とについてはとなるような最小の同値関係とするに、少々を入れたものは完全不連結であるが、 の二つのコピーは、どのような解禁棒によっても分離することができないので、ハウスドルフ空間にすらならず、特に完全分離的ではない。位相空間はその任意の点を結ぶ道を取ることが、できるとき、古城連結、故障連結、パスコネクテッド、または、道連結であるという。ここで視点と終点を結ぶ道とは、かつを満たす、単位閉区間からへの連続写像のことである。 これは、パラメータ付けられた曲線であって、単なる点の集合ではないことに注意を要する。故障連結な位相空間は常に連結である。また、アレクサンドロフの長い直線と呼ばれる、非加算無限個の単位半回空間の直積空間の一点コンパクト化やのグラフに原点を加えたもの、意気科学者の制限曲線は連結だが、故障連結でない位相空間の例として挙げることが、 できる一方、実数直線の部分集合では連結であることと、個助連結であることとが同値であり、そのようなものはの区間に限られる。次元数空間に対しても、連結な解部分集合が常に、個上連結となることが言える。あるいは、有限集合に位相を入れて考えるときにも、連結性と個上連結性は同値になる。さらに強く、 古城連結空間がその任意の相違なる二点を結ぶ道として常に個であるという。古城連結なハウスドルフ空間は常に個連結空間である。古城連結だが、個連結でない空間の例を、負でない実数全体のなす集合に第二のとしてを加えることによって作ることができる。具体的に通常の大小関係に加えてが性の数ならばであるとし、とは、 比較不能であるとして、半順序を与える。この時、順序移相、つまり開け区間、半開区間及びを回帰とする移相、を入れて得られる移相空間は T 空間になるが、ハウスドルフ空間ではない。そして、とは、道で結ぶことができるが子で結ぶことができないのである。連結集合からなる回帰を持つ移相空間は、局所連結、局所連結。 ローケリーコネクテッドであるという、位相空間が局所連結となることと、喉の回集合に対しても、その任意の連結成分がまた開け集合となることとは同値である。連結だが、局所連結でない位相空間の例として、再び位相機何学者の制限曲線を上げることができ。同様にして、故障連結な部分集合からなる回帰を持つ位相空間は、 極所古障連結、極所古障連結、ローケリーパスコネクテッドであるという。極所古障連結空間の回収合は、それが連結であるならば、古障連結である。このことは一般に、次元数空間が、極所古障連結であることから、その解部分集合についても言える。したがって、なお一般に、異相多様体は、各点の近傍が数空間の回収合に同称で、 あるからすべて局所故障連結であることが従う。記述のものも含めいくつかの性質と諸外年間の関係性を挙げる。位相空間の連結性のより強い形がある。例えば、一般に任意の故障連結空間は連結であるが、故障連結でない連結空間が存在することに注意しよう。は、そのような例であり、また上に述べた。 位相機科学者の制限曲線もそうである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。